い、トモアドです。サーモンランやります。鳥羽で通常ヒルです。行こうかな。肩パー入れて、入れてもらってモグラ寄せます。さあ入れてあげて、次はどっちかな、探しに行きます。爆弾ですね。どうしよう、もうここでいいか。やってあげて、ナイス。モグラ寄せてもらって、タワーですね。ギャッギャーだ、ギャーですね。これ僕だ。やって入れて、ふな、助けれてない。助けてタワー行ってもらおうか。タワーみんなで行く必要ないからね。向こうにもいたわ。一匹しか無理、さすがに間に合わない。よいしょ、やって、もうノルマクリアしたからタワー2匹か。まあ、やりに行こうか。トン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 、ボムでギャッ。ふぅ、どうした、あいたあいたあいた。モグラが、モグラが出て、助けてあげて。さて、ちょっと下手だったけれど、ボムでよかったのかな、あれ。2枚いたし。あ、ごめん、爆弾見えなかった。スコープなんですけど、今更武器の説明をすると、チャージキープができないので、クマスロー来た。クマスローですね、今回。チャージキープができないので、あんまり難しいこと考えずにね、敵を倒して、敵を倒せる場所まで行って、チャージして撃つのを繰り返しでいいと思います。で、別に、貫通とかさせなくていい場合は、あれでね、ノンチャーでね、全然敵がいないんですけど、向こうか。クマスロな、クマスロなんで、肩パとかやってあげたいよね。この小ジャケを狙う。こんな感じでね。邪魔。これ当たる？当たらん。絶対当たらん。下手。なんか倒せた。倒せる、倒せると思わんかった。やって。なんか後ろから、片場かまた。まあ、このね、小ジャケを狙ってあげると。もう、狙ってあげると倒せます。また片場か。小ジャケを狙ってあげる。また片場？すごいいるな。はい、やってあげて。なんでやれないんだろう。なんでやれないの。この真ん中を狙うんだよ。狙って。ヘビやれるね。やれなかった。な。ごめん。ちょっと下手すぎる。もうこの子、鉄板性能が高いですね。貫通するので。残り2個だけど、あと残り1個。ナイス入れてもらって。なんか喋ることあるかな。インクだね。インクには気をつけて、こんな感じにならないように皆さんは。助けてー。しっかり回復して。ナイス。インクがない。ナイス。最初にタワー出たでしょ？で、タワー、クマスロでタワーやるの、一番上の鍋を、レティクル、真ん中の丸いやつ、レティクルって言うんだけど、このレティクルをね、タワーのてっぺんの鍋に当ててあげる。合わせて弾を出すとタワー一発でやれるんだけど、さっきみたいな場合は寄せれなかった、ごめん。さっきみたいな場合は雑魚鮭がいっぱいいたので、別にギャッ、タワーをそうやって一発で倒す必要ってないんだよね、あんまり。弾っしっかり回復して。このパラシェルターという武器強いです。ちょっと先に鉄板やりたい。うわー、爆弾の音する。爆弾が裏にいる。入れれない。この傘をしっかり当ててあげるのが強いと思います。
ここの爆弾ね、一生爆発し続けるんで、しっかり倒してあげて、やってあげて、持ってくな、メス入れてあげて、メス、あとはもうボムラ使って終わりかな。この傘をねこうやって当ててあげると強いね。だってね、味方もこうやって引けるし、く雨も、あーどっか行っちゃった。あんまり長押ししすぎるとパージしてどっか行っちゃいます。メス、あのマルチミサイルとかなんか敵の攻撃とかもね傘で防ぐことができるので、あんまり長押ししちゃうとさっきみたいに傘どっか行っちゃうので、それだけ気をつけてやれると強いかなって思います。今回ランダムなので今までに使った武器をね思い出して頑張りましょう。はい、以上です。ありがとうございます。はい、トモアドです。サーモンランやります。向こう、スプラスコープで通常ヒルです。ヘビ僕、ナイス、強い。あら、リッターくんがいるんだね。一発でやってもらって入れて、回収するかどうか。回収しなくていいや、タワー出てるから。いやー、なんかコウモリもいた。これね、コウモリの雨を弾くとタワーも、ほらね、ちょっとやれたでしょ。回収が全然できないわ私。うん、こういう時に回収できないから私納品不足になるんだろうな。まあいいや、回収して、あ、助けて、ね、鉄板か、ナイス。どこ、ナイス。向こうに片翼、はあ、ごめん、鉄板寄せたかった。あれやってあげようか。なんかな、なんだかな。やってあげて、あと5個あるね。ボム置いてあげて、この子やってあげて、回収して終わりです。ふう、しっかり落ち着いてね。あのヘビやるのはマストだと思います。あのノルマク足りてない時のコンテナ周りのヘビはね、ちょっとどういう動き方するか分かんなかったけど、倒しておいた方がいいですね。ノルマ、残り時間はまだちょっと余裕があったから、しっかりあれを先に倒しておかないと、なんか物理的に納品ができないんだよね。ヘビに阻まれて、このヘビの長い胴体にね。だから結構コンテナ周りのヘビは優先的に やった方がいいと思います。さて、これパージしてみようか。えいにゃん、どうなんだろう。あんまりパラシェルターでパージすること少ないんだけど、えいにゃん、ナイス。向こうに片パーとヘビ、あのヘビ僕じゃない絶対に。いやー、弾きたかった。これ弾ける？無理だよね。あ、なんかよいしょ、これ弾いたところでだな。爆弾に当たるね。爆弾じゃない、ドスコイに。さあどうしよう。これは弾くでしょ、これは弾いてこれ入れるでしょ、でこれ助けるでしょ。助けてもらって、この子を1、2でやって、タワー1、2の3、4、5でやって、やって帰ります。なんか赤いくらいいっぱい、金いくらか入れる。ナイス、倒して、モグラ入れて、さあ片パが入れてあげて、ナイス。もうクリアしたので好きに動くタイムですね。あのヘビ僕じゃないんだ。こうね、傘をこうやって開いて倒せると強いと思います。入れてあげて、こっちにもいたね。入れてあげて、
ごめん、飛べない。今ね、ここと飛ぼうと思ったんですけど、ここに緑インクがあるのが見えたので、多分見えなかった人は動画戻ってもらえば見えたと思うんだけど、緑インクがあるとね、あのちょっとの緑インクでジャンプできないからね、ジャンプの助走の速度が遅くなって飛べないので、ああいうのはすっごい気にした方がいいですね。です。ウェーブ3でジェッパが2枚、どうしよう、スプスピですね。スプスピ2枚いるね、なんか知らんけど、どっちかが偽物です。ランダムで引き当てた方、僕かな、わかんない、僕ランダムまだ引いてないよね。まあスプスピも引いてないけど、痛い。これやれるとこまで行ってやります。で、1人やお亡くなりで助けて、ナイスナイスプレー、ちょっと塗ってあげて、な、危ない危ない。さあ、僕ジェッパだよね、どこで使おうかな。助けたい、無理、ふー、危ないって、これ危ない、危ない危ない危ない、ふー、ちょっと怖かった。ナイス、なんかもぐらやって、わからん、ここ入れようかも、いやこっちだな。22秒でしょ、やってタワーから逃げながらなんかやって、なんかめっちゃ死ぬな。ナイス、もうクリアはしてるから。なんかプレッシャー対決始まってごめん、プレッシャー対決をちょっと見届けてあげようかなと思ったんだけど、負けちゃいましたね。ナイス、スプスピが2枚いました。どっちが偽物だったかは分かんない。まあジェッパー余っちゃったけれど、まあまあノルマをね入れるゲームなので、ノルマ優先でね立ち回りました。はい、以上です、ありがとうございます。はい、ともあとです。3問あります。通常夜でクワッドホッパーブラックです。ホワイト、ホワイトか、ホワイトです。で、通常切りですね。肩パ入れて、あなおー、もうやめます、このゲームやめる、あんなの外すなんて。まあまあ、こっから立て直してね、入れて、お目返上して、なお、なお、痛い、殴られちゃった、帰ります。ナイス。さあ、霧なんですけど、おじいちゃんは寄せて、雨が怖い、雨怖い、雨怖い。あれ、雨どこ行った、雨やってくれたん、そう、タワーがね厳しいよね。もうあのおじいちゃんやろ、絶対あるから、いくら寄せる必要ないので倒して、爆弾か、ナイス。なんで反応しないのかな、ここ痛い。今ねこいつね爆弾のダメージちょっと入ったんだよね。爆弾倒した時にアハンって止まったでしょ、鉄板が。だから爆弾のダメージが入ってるはず、だからあとちょっとでスタンできるはずって思ってスタンさせに行きました。よいしょ、ナイス。やることがない、やることがないからな。スライド武器はこうやってスライドすると、最後スライドし終わってから変えるので、ちょっと遅く変えることができます。あんまり見ないけれど、タワーです、行きます。手前からです。ふう、D
DPS が強い武器はこういうちょっと無理めな動きしても許されるよね。あれ僕じゃないんだ。ここからいけるね。やってナイス。コウモリもやってもらってて、タワーか。これ入れてからタワーいきます。カタパーはまだ反応しないので無視。鉄板はちょっと一回当てる。鉄板当てないとタワーができないから、あそこで味方に任せて救助は。痛い。入れて。危ない。ナイス。ふぅ、回収かな。ナイス。爆弾見てあげようか。見てくれてるね。ナイス。さあコウモリ弾いて、鉄板が2枚、余裕で足りますね。いくらは当ててほしい。ナイス。はい、終了です。倒しに行きます。もう寄せる意味皆無だからね。この子もやります。これね、これ無理か。無理じゃなかった。今の多分ね、ドスコイやらないと、反射してもドスコイにやられる、ドスコイに当たってコウモリ返せなかったと思うんだよね。ちょっとこじゃけよいしょ。だからあのコウモリとの間に障害物があるとね、コウモリ倒せないから、先にドスコイをやってから飴玉を弾きました。まあ、ちょっとギリギリだったから、スプスピぐらいね、DPS 高い武器じゃないと難しかったかもだけれど、通常ヒルでスプラスコープです。カモンって言ってるので行ってあげて、小ジャケやって、タワか。いやー、僕なんだ。また小ジャケやって、ちょっと待ってね、タワー行ってあげるから。タワーあれ僕なんだよね。行ってもらった。ナイス。次の脇向かいます。こっちのはずだね。なんか何にもいないよ、大物が。なんでコウモリは僕じゃないんだ。ふぅ、ナイス。これは回収しようか。さすがに雨が怖い。僕じゃない。入れてあげて。入れれてないな今の。あ、入ってるわ。なんかいっぱいいるので使えます。無理だね。雨だけ弾いて、ふぅ、使った挙句に1枚しかやれなかったけど、これ使うわ。タワーやれた。タワーやれたらいいや。もうタワーやれたらいい。カタパーも入れる、上手い人なら入れるんだろうけど。ナイス。雨が、雨止んでくれ。雨止んでほしい。雨止んでもらって、あと2個、あと1個持ってるね、味方が。任せていいですか。ダメ。ナイス。もし味方が入れてくれなかったらどうすれば正解だったんだろう。なあ、入らない。ちょっとキャリーされちゃったかな。まあ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 、ちょっとカタパとタワーがいっぱい出て怖かったですね。うん、ちょっと最後本当は自分で入れたかったけどな。まあまあ、助け合いのゲームなので入れてもらって、まあこんな感じでやりました。はい、以上です。ありがとうございます。